ましてロシアから来ましてリサです。よろしくお願いします。楽しみにしておいて。今日楽しみにしてます。このクッキーの寿司屋さんの行ったことないな。こういうのなんかこういうのクッキーの屋さんの初めて。初めて、はい、OK、 じゃあ行きましょう。エネルギーってタコの柔らかにですね。あ、もう撮ってる、うん、撮ってるいただきます。うん、初めてなんかあのタコはなんかちょっとガムみたいですね。そうだよね、うん、分かる分かる。こんなに柔らかい、初めて。牛食べやすい、なんかアルコールは飲まないの？アルコールは飲まない。お酒、ボッカ飲まないの？みんなさっき聞かれてますけど、うん、飲まない。人生ウォッカを1回、あ、2回だけ飲んだことあって、両方はあんまり、あ、なんか激怒したみたいな、強すぎて。だアルコールは飲まないです。今はなんかワインはね、少しぐらいなら飲めるんだけど、甘いだって。でもあの初めて飲んだのはあの正月の時は、もうもちろん両親がウォッカ飲んでます。でウォッカは色がない、うん、そうね、無色。14歳、13歳だった、うん、私、水入れて、同じカップだった。間違って、こう、パッで飲んだでも、もう本当に泣いてた。カツオですね、わらゆきのカツオです。私、カツオ多分食べたことない気がしてます。あ、本当？もしかして、カツオ結構でもお寿司じゃない、でもメタリックキーの許してる魚、うんうん、頼まない。なんか回転寿司とあまり美味しくない気がしてる。マグロとサーモン、まあ、イクラとか、あと、まあ、マグロのこうトロ、ネギトロとか、はいはい、とかね、はい、炙り、炙り、うん、スモークしてる。炙りカツオ、炙りカツオ初めて食べる、はい、面白い、なんか肉みたい少しね、うん、どのぐらいいるの日本に？日本にもう4年。私逆に日本に来てから英語覚えた。あ、そうなんだね。そうそう、日本、ロシアにいてあまり英語に興味がなくて、実際の環境に触れないとこう活かせない。なるほど。だから私もでも日本に来て、まあ、日本語学校に最初通って、そこ友達と、まあ、英語友達できて、やっぱり英語しか、ね、できないから最初難しかった英語。日本より日本語より難しくて。そう、じゃあ日本に来て2カ国語英語と日本語喋るようになったのね。そう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 。これ蒸しアワビですね。はい、アワビってわかる？アワビ、うん、これ魚、植物？見た目的にね、美味しそうじゃない貝みたいなこれ見ると食べたくならない、なんかじゃあこのアワビ、これアワビ、アワビ行きます。アワビすごい興味ですね。柔らかいね。柔らかい、なんか全部柔らかい。なんか似てるものが、なんか似てる？美味しい、うまい、美味しい。あの生だとすごい硬いの、すごいチューリーみたいな、ちょっとボイルしてるから柔らかい。ロシアの出身？ロシアの出身、はい。あの出身、ロシアのどこの町は？ロシアは真ん中。真ん中。カザフスタンの上、こうなんかシベリアと。うん、モスクワ、ヨーロッパ、ヨーロッパとアジアの間、はい、本当にこの、あのチェーリャービンスクという町。チェーリャービンスク、チェーリャービンスク、ほうほう。でもすごい、あの、ソビエトの時は人気だった。あのいろいろな工場があって、あともう一つ人気のポイントは、2013年に隕石が落ちました。あなんか日本で私の町隕石が落ちた、あ、君の名はみたい確かになんか湖の中に真ん中落ちた、だからこう爆発が収まった。もしかして 100m 左右か、もう町が多分もう全滅かもしれない。本当に君の名はみたいな感じになっちゃったかもしれない。そうそう、でもやっぱりあのヘッピーエンドであの俺もなんか映像見たけど、もう学校の窓ガラスとか割れちゃったりとか、うんうん、すごかったよね、衝撃がね。怪我された人多い。うちも結構窓割れちゃって、割れてしまって、冬だったから2月、寒かった窓はしかでもいなかったでしょ、ロシアには、うん、日本に来て2日間とか3日間経ったら妹から連絡、隕石が落ちた、いや冗談やめて、もう面白くないから全然信じ、最初は信じなかった。でも調べて YouTube 見て、なんかやっぱり落ちた、え、大丈夫大丈夫連絡して、なんかみんなは戦争が始まったと思う。なんか真っ白、こう隕石が落ちた時は周り真っ白になって、地震のような
こうことは起きてしまいました。みんなはミサイルかなんか、ミサイルが飛んできたのかと思ったのが、そうそうそう。でも今は博物館になんかこう展示されてる。大きくない。サイズ的にこの資源費がこのサイズでこんなに資源費を受けるなんてすごいなと思って。多分スピードが、ああよく柔道の試合が行われてる。そうなんだ。試合見つけてる。隕石をした後は柔道はメダルがあって、メダルの中に隕石のこう少しだけ、そうメダルに、そうそうそう、面白いね。これタチウオですね。タチウオのクズアンガキですね。スワードフィッシュ。あ、こんな長い？ね、口の中に溶ける。ロシアで日本食は人気？あ、人気、人気。寿司は一番人気、実は。でもロシアの寿司は日本寿司と全然違う。中に巻きでしょ？ロールでしょ？そう、基本的にロールは、ロールは中にはこう、あ、マグロとかじゃなくて、基本的になんかできればできるほどたくさん入れる。マグロ、キュウリとか、あ、一番人気あるのはフィラデルフィアチーズ。あ、チーズね。そうそうそう、はい、なんかこういう日本の握り寿司が一番美味しいよね。ロシア料理だったらさ、ボルシチとか。ボルシチはウクライナ。ウクライナ。なんか由来がウクライナ。みんなそうロシア持ってるんだけど、あのソビエト時はウクライナとロシア一緒だったから。はいはい、そうだよね。だからロシアに持ってるんだけど、今はもうちゃんと分かれてるから。ロシアの料理はピリメーニって知ってますか？ペレミニ、あペレミニね。知ってます？あの餃子のやつね、わかる。蒸し餃子。蒸し餃子。あとはあピ、まあ、ピロシキはみんな。あピロシキ。ピロシキ。ピロシキは、でも日本でピロシキ食べるとみんな、僕肉が入れる。実際にピロシキの中に肉以外のものが入ってるんですね。じゃがいもとか、キャベツとか、まあアップルとか、はい、甘い。肉を入れると別のものになる。本で日本のロシアのレストランに行って、ピロシキはいつも肉と一緒。あの本場のロシアの常識は野菜だけなんですか？野菜だけ。野菜が卵とか、まあ、果物も入れる。肉を入れると、もうこういう形になる。三角形。三角形。で、ビラッシュ。ビラッシュという名前。違う料理になっちゃうんだ。そうそうそう。観光したい。観光したいとかだったら。だったら、モスクワ、サンピテスブルク。6月に白夜があって、あと、割り箸というのは、この箸が。ブリッジね。そう、割り箸ですね。あの、水がちょっと上がっちゃうから、船がこう、下へと通らない。そういうことね。でも、もっとこう、ロシアを、ロシアっぽい、古いのロシアじゃないから、ゴールデンリングという、うん、なんかこう、ま、こう、小さな町がリングのような形で並んでるので、うん、みんながのゴールデンリングって、そういうツアーが結構あります。本当に古いのロシアが、ソビエトの前のロシアみたいな。あ、自然とか歴史がある、うん、もっと自然ならもうしびれの方がいい、大きがいいですね、はい、わさびに苦手、わさびという映画知ってますか？知らない。あのフランスと日本のコラボ、そういうのあったんですか？広瀬旅行、はい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 、あの出てるとジャンルのレオンのジャンルの、めっちゃ面白い。私あの映画見て20回見ました。マジで？もう日本に行きたくなった。そうなんだ。トリガーがあの映画でした。それから握りに行きますので、こちら握り用のお手拭きにお使いください、はいはい、握りって箸じゃなくて手でいこう。前に、うん、あの寿司をロシアの友達に寿司を手で食べるでしょ、いや箸で食べるって言ってたから、やっぱり手で食べるの、手で食べることない。あとウィキペディア読んで、昔は手で食べる、本当に手で食べる。いや別に箸でもいいんだよ。いや私手で食べたい。でも美味しい。トンカツが手で食べるのも食べるかもしれない。寿司 YouTube はスタートはどういうスタートいっぱいある。で友達と一緒に始めて、なんか友達と一緒によくいろいろとこに行ったりして、なん
かいつも動画撮ると行ったがいが新卒が集まる、うん、でも動画が撮りたいからみんなに見せたいからあじゃあそこどこまで行こうこう頑張って続けて行こう、なるほどね、そう動画撮るのが楽しいしみんな見てくれるし反応がね、外国人って日本に来ると一人じゃないかな寂しくなるじゃん、うん、でも YouTube 使ってこうみんな繋がってるって感じになるからこれが楽しい、今日だって頑張ってたからえこれ読むと本当に頑張れないと何か座るだけですごい。できます。行くんだったら上の方。でも青森通り過ぎて北海道まで行っちゃうけど。どうせ行くんだったら。本当に美味しいんだよね。美味しい。スズメ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 。スズ星がれ、星がれ。だから、あいつはこれが大事だよ。うん、マジで今だった。え？トランプついてる。あ、ついてないの？あの後帰ったんだ。あの後も会う。カレーのフラッグフィッシュ。うん、分かる分かる。車エビがこう丸くなる。丸くなるから。シャリみたいな。車エビっていうらしい。車エビを。散歩っていうワードを出すことも結構動意識が初めて内容に来ちゃうとさとっつきにくいじゃん、この人なんか勉強しちゃってるのかなってしてないから、うん、あるうん、うん、大変にすごいこの味のトマト、生姜食べたくない。みんなさん、ちなみに私もああいう一部やってます。こんなに人気の一部まだ知らないけど、1年前始めた。この食べ物も紹介してるので、もし興味があった方が、ぜひ見てください。全部日本語で頑張って話してます。すごい。これ、イサキです。女性がうまいっちゃだね。なんか誰か言われた？そう、前になんか女性あまりうまい。アニメで見たかな。子供の時はセレブ見たんだけど、こういう
やっとインターネットに入れた時、やっと初めてこう見たアニメがディストンだった。なんかロシアのサイト見つけて、まだインターネットが有料だったで、全部見た。お母さんにこれ知らなかった。後でこういうインターネット代が来て、お母さんに2万が誰あ、すみません、アニメ見ましたすごく怒られた。なんか2ヶ月はインターネットが禁止だった。でもね、そうとさ、見ちゃうとさ、もう止まらない。あらですね、あら、ね、でも5ヶ月で俺お土産買っちゃったの。うん、でそのあと、芸人でみんな飲むじゃん、美味しい、焼酎なの。いや、たまにそこ座って、私本当に日本で日本の寿司食べて日本人と話してる。と思って、わーっていい。こうロシアにこうドラマ見て、なんかいつかこう行きたいなって、こういうあの寿司屋さんにいて、ドラマの中で。やつ自分で行きたい。すごいな。あ、でもね、カードたくさん飲むと思って、パンツで済まくる。なんだ、お腹は大丈夫。ワイルドだね。やりもじが言っちゃわないで。デザートくない。パスはこの感じで。いつも通りです。柔らかい、これを持ち帰る。説明すること持ってない気がして、この美味しさをどうやって説明すると伝わるように。甘鯛ですね。甘鯛、甘鯛の鯛だね。はい、アナゴですね。アナゴ。アナゴ好きじゃん。アナゴも好きじゃん。昨日も届かないね。ダメだったな。ダメだわ。それ違ったわ。これも神様みたい。これはうまいね。美味しい。だから私もずっとそうなんですよ。寝るかまま焼きでも寝ないと進みなかった。今日かな。あ、でも優しくもない。でももう俺一番美味しい。なんで、ちょっとミーしてる。あと、美味しい。どっちが一番？皆さんここで相沢さんのお店が、お店のお寿司屋さんがすっごく美味しくて、あともうやっぱり魚と回転寿司が比べないなんかレベルが違って、味も違うし、味と言えば味、味はね、よく味が美味しかった。感動しました。そう、びっくりした。あと柚子がと魚とよく合うとよく分かった。はい、クリスマスでした。皆さんぜひ見てください。多分楽しむと思います。記念のなんかこうお祝いとか、大事な人の大事な人を連れて行きたいと思う。連れて行きたいならどっかにお店にこういいチョイスだと思う。多分感動させると思います。はい、ご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。